やるか。アルチザン、やめとけ。黙ら、アルチザン、やめとけ。アイスボー、おっさん、やめとけ。いいか、俺はローヤ、冷え冷えの身の能力者だ。悪く思うなよ。アクチャン、はっはっ、アイスブロック、フェザーズバック。はっ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 、おっとっと、はっはっ、あなたたち、私を倒しに来たのに。おっとっと、相手になってあげる。おめえの仲間がどうしてもおめえを連れ戻したいんだとよ。何を言っているの。おっとっと、私は敵よ、覚悟なさい。おっとっと、やるか。アルチザン、やめとけ。アイスボー、はっ、うん、やめとけ。おい、メロメロメロ、はっ、サロメ、ここの縄張りはもらっとけよ。届き物、はっ、サロメ、もう行かないと。待てよ、ロビン。ロビン、待って、行っちゃダメよ。ロビン、お前ら、わしはまだ負けとらんぞ。カク、ここまでだ。恥の上塗りはやめておけ。なんだあの小僧は。やるじゃないの。命まで取る必要ないんじゃないの。じゃあな。はて、ここはどこじゃ。お前らもマッドダイヤルで正気を失っていたんだ。CP9 にあるまじき失態だな。面目ない。で、CP9 はこれからどう動くつもりだ。政府より
黒ひげ連合の常時監視を命じられている。俺たちは与えられた任務を全うするだけだ。なら当面の敵は同じってわけだが。残念だが貴様らに協力する気はないぞ。だろうな。ワニ小僧、おめえも黒ひげ連合とは敵なんだろう。このまま一緒に来る気はねえか。行くわけねえだろう。海賊同士で仲良しごっこをしてえなら勝手にやってろ。くーはー、そうはいかなシベリア、クラコボーイ。てめえ、何しに現れた。麦わら白ひげ連合の活躍を聞いてきたのよ。こんな異常な女性を傍観してられないじゃない。クラコボーイ、バナータだって黒ひげの躍進を面白くないと思っちゃぶるでしょ。だからなんだ。必要なのは黒ひげに対抗し得る勢力。バナータがいればかなりの戦力強化になるわ。俺を利用しようってのが。死にてえかてめえ。ボス、落ち着いて考えてほしいがね。今のままではいずれ黒ひげに飲まれて。使えねえカスが偉そうに意見すんじゃねえよ。俺が黒ひげより弱えとでも言いてえのか。バナータがいくら強くても時勢には逆らえない。いずれ黒ひげに操られるわ。その屈辱に耐えられる。かく今は黒ひげを倒さなきゃ。遠からず世界は最悪の状態に落っちゃぶるわよ。一致団結して当たらなきゃ。奇跡は絶対に起こせない。いいだろう。だが黒ひげの首を取るまでだ。ララララ、話はついたみてえだな。じゃあとっとと先に進もうじゃねえか。
そうよ、わらわは美しいから。革命軍幹部エンポリオ・イワンコフもまた麦わら白ひげ連合を黒ひげ連合の対抗勢力に仕立てるべく合流を申し入れる。イワンコフの話によれば、黒ひげ連合はすでに海軍をもしのぐ大勢力を築きつつあるという。イワンコフは、世界が闇と霧の支配から逃れるためには対抗勢力である麦わら白ひげ連合の戦力をさらに強化する必要があると主張した。一方、新たに加わったクロコダイルよりロビンとウソップがスリラーバークにいるらしいとの情報を得たルフィは、2人の奪還を最優先にしたいと主張。白ひげはこれを受け入れたのだった。仲間が心配なのはわかるけど、今は戦力の増強を最優先させるべきゃぶるよ。まずは有力な海賊団を傘下に入れて。うららららららら、そんなことはわかってるよ。だが鼻垂れ海賊を100人味方にするより麦わら小僧の仲間の方が期待はできるだろうぜ。なん、好きにおしべれ。このスリラーバークって場所に小僧の仲間がいるってわけだな。ここは今じゃ黒ひげ連合の移動要塞みてえな役割をしてるらしい。ニコロビンと鼻の長え男がいるはずだ。まあ俺にはどうでもいいことだがな。バナータが言い出したんだからちゃんと協力をし。私も手伝ってやるよ。ここは私の庭みてえなもんだからな。すまねえな。じゃあとっとと片付けちまおうじゃねえか。バタ足も行くわよ。ヒーハこの城にこもってやがるウソップって小僧とロビンとかいう小娘を取り戻すぞ。まずは門前に陣取るゾンビどもを片付けちまえ。く
さあ、来やがったか。お前ら援軍が来るまで持ちこたえろよ。ああ、任せとけ。俺様がいる限り、この城が落ちることは絶対にねえ。撃てよ、サルメ。撃てよ、城攻めには足がかりが必要だろう。サルメ、屍の縄張りを押さえちまえ。サルメ、ゾンビなんて、また私たちの敵じゃなすべり。これが宇者の覇気。サルメ、レイ、機械。サルメ、はい、機械よ。サルメ、撃てよ。はい、レイ、ディスチャレンジ。はい、ファイオ、サラギの舞。ルフィ、任せろ、ハンコック。この地はもらう。わらわの美しさに免じて許してほしい。サルメ、届き、サルメ、近い、サルメ、撃てよ。わらわが、そう決めたのじゃ。敵の縄張りは制圧したわよ。サルメ、おお、ご苦労だったな。見るがよい。クレームアロー。サルメ、機械よ。機械よ。見るがよい。フレイムアロー。サルメ、届き物。サルメ、
調子じゃねえか。敵も少しはやりやがるようだな。これが宇治の発行。さらに撃てよ。非常に進んでるみてえだな。控えよ。ゾンビどもは何をやってやがる。ゾンビの前にルフィ当たせろ、ハンコック。よっと、よっ、ポケット、よっ、ポケット、よっ、はっ、ふっ、ふっ、ふっ、おい、ハンコック。これがこのまま城を包囲しちまいな。サルメ、最近使えねえゾンビどもだぜ。控えよ。サルメ、撃てよ。なんだ、めんどくせえ攻め方するんだな。この城には、ま、教えてやることもねえか。完全に囲まれちまったじゃねえかよ。おいロビン、長っぱな、なんとかしやがれ。言われなくて、なんとかするわ。これでどうじゃ。バキュームテムル。俺様の本気を見せてやるぜ。千人をひれ伏せるわらわの美しさ、サルメ、まさしく一騎当選。これが宇治の覇気じゃ。サルメ、撃てよ。
さらぎの舞ルフィ明かせろハンコック。わらわこの血が欲しい。これが結果。話をしてるじゃねえか。そいつと一緒にスイッチとやらを探してみろ。体力が尽きる。諦めて出直すことだ。このスイッチを押せば。
おお、大手柄じゃねえか。これで中に攻め込めるぜ。今度は城内の敵縄張りを制圧か。さらぎの舞、この俺を無用に使いやがる。許さぬ。こっちは片付いたぜ。さっさと味方をよこしな。ファルメ、届き者。おいモリア、脱出地点は確保してやる。援護してやるからさっさと逃げてこい。逃げるのは目立ちすぎるぜ。これが長っぱな。ロビン、お前らは勝手に逃げろ。はい、ファルメ、ティアラの仲間を捕まえるなら今だ。うせよ、逃げられるんじゃねえぞ。ファルメ、ファルメ、ザラギの舞、ルフィー、ゼロ、ハンコック。おい、やめとけ。話したくねえだろ。かかってこいよ。無事じゃ済まねえよ。やった、頼むな。運がいいな。ぼちぼち閉店の時間だ。俺は帰らせてもらうぞ。フォロワーいか、ここまでにしてやる。おいおい、お前らの敵はティーチだろ。俺を倒しても何も解決しねえぞ。こうなりゃ華々しく散ってやるまでだ。俺が男ってもんだろ。違うか、フェムル。これがウジャの覇気じゃ。サルメ、はい、撃てよ。サルメ、はい、撃てよ。サルメ、この小僧は休ませとけ。事情は後で教えてやんな。サラギの舞、ルフィー、ゼロ、ハンコック。しっ、惜しかったな。お前らが倒したのは俺のドッペルマン。
ビンと長っぱなは置いていくしかねえな。使えねえしもべに用はねえぜ。千人をひれ伏せるわらわの美しさ、まさしく一騎当選。敵を立たしか。私は何？おめえは下がって休んでな。事情は後で仲間から聞くことだ。見事じゃ。に見とれるやましい心が、そなたらの体を固くする。ロビン、ウザップ。ごめんなさい、ずいぶんひどいことしたわ。俺はもう何が何だかさっぱり。いいよ、悪いのは黒ひげのやつだからな。ゾロとサンジを連れ戻せなかったのは残念だったけど。でも二人だけでも戻ってくれて本当よかった。すまねえ、こっからの活躍に期待しててくれ。そういやモリアも逃げちまったな。あいつ何企んでるんだ。詳しいことはわからないけど、モリアと黒ひげはお互いの力を利用しようとしているんじゃないかしら。そうか、次に会ったらぶっ飛ばしてやる。でもまずはゾロとサンジだな。あいつらの強さは主力級だからな。きっと黒ひげと一緒にいると思うぜ。でも黒ひげの居場所もわからねえんだ。いるとすればエニエスロビーだな。最近はそこを拠点に勢力を伸ばしてるんだ。本当か。よし、今度こそゾロとサンジを連れ戻すぞ。イワちゃんは戦力の増強が大事って言うけどよ、俺たちの最大戦力は一味が全員揃うことだ。ゾロとサンジを連れ戻して俺たちの最大戦力で黒ひげと戦うんだ。
といいわね。ルフィたちが仲間の奪還を目指して動くのと時を同じくして、白ひげは各地の海賊団に協力を呼びかけ、戦力の強化を図っていた。その一方で黒ひげ連合もエニエスロビーやインペルダウンなど政府の大規模施設を陥落させ、その成長の勢いは止まることがなかった。全く油断できない情勢下で、ゾロとサンジの奪還を目指すルフィたちはティーチがいるというエニエスロビーを目指して航海を続けていた。その途上、とある港町で囚人たちを追い回すインペルダウンの監視たちを目撃する。な、監視たちが囚人を追いかけているようだがね。こんな場所に監獄の監視どもがいるなんてのは普通じゃねえ。奴らも黒ひげ連合に下ったってことかよ。以前のティーチならマゼランに手も足も出なかっただろうが、奴の力はそこまで強くなりやがったってことか。おい、ビースタだ。あそこにビースタがいるぞ。ビースタが？本当だよ。こんなところに。まさか連れ戻しに行こうというのかね。そんなことではいつまで経っても。うるせえ。仲間よりも大事なもんなんてあるかよ。そうだよ。親父、行かせてくれ。行かせねえわけあるかよ。ビースターは俺たちの家族だぜ。しっかり連れ戻してきやがれ。囚人どもを絶対に逃がすな。この場で処刑しても構わん。どこだ。枯れちまった監視どもを蹴散らして、今度こそビスタを連れ戻せ。いや、囚人たちも結構な弾が揃ってある。味方に引き入れられりゃ儲けもんだが。行くわ。これで黙って。これで角度はいいか。逃げても無駄。囚人ども、この
急げやい。届き者さらぎの舞、そなたこれでどう。どこまで追いかけてくる気だ。ヒルフルール、ギガンテスコマーのゴン。あれはもしかして伝説のバギーさんでは。しばらくしたら一気に畳みかける。いつでも出られるように準備を整えておけ。敵が多すぎる。苦戦してんのか野郎ども。あいつらを援護してやれ。ミルクギガンテスコバーの。白ひげ、言っとけ。
伝説のクルー大海賊道家のバギー船長だろ。確かに俺だが。おお、あんたがいりゃ怖いもんなしだ。俺たちを部下にしてくれ。え、バギー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 、こりゃ起死回生のチャンスかもしれねえぞ。静まれ派手バカ野郎ども。おめえらこの俺に命を預けてみるか。
キャプテンバギー、俺たちはあんたについてくぞ。行くぞ野郎ども、新生バギー海賊団発動じゃ。キャプテンバギーに続けろ。ガッパな、元気そうじゃねえか。ここは一つ海賊同士手を組まねえか。白いじゃん、イルフその時がテストなの。なんでやな、その手に乗るか。仕方ねえ小僧だぜ。大目を見せなけりゃ話が通じねえか。手を組む気になったかよ。そこまで頼まれちゃ仕方ねえ。いいだろう、手を組もうじゃねえか。わー、白ひげ相手に同格だ。俺たちもついてくぜ、キャプテンバギー。まったく、そんなことに巻き込まれたものだ。とりあえず毒は私に任せるがね。黙って。乗れ。ネズミどもめ。